ペリー・マッカーシーは、イギリスのレーシングドライバー。ロンドン出身。レーシングドライバーとして、フォーミュラ・フォードでデビューした後、イギリス F3 にステップアップした。その後、イギリス F3000 選手権を呼び、国際 F3000 選手権にステップアップする。1991年オフには、ウィリアムズ F1 のテストドライバーの候補にもなったが、そのシートには、 結局デーモンヒルが座ることとなりウィリアムズ入りはならなかった。1992年にイタリアの新興チームのアンドレアモーダと契約して F1 にステップアップを果たす。しかしアンドレアモーダは前年までのコローニチームを母体としているとはいえ、チーム体制が極めて脆弱で、デビュー戦となった第3戦ブラジル GP では、 チームの手続き不備により F13 戦に必要なスーパーライセンスが発給されず予備予選にすら参加できないという事態に陥るスーパーライセンスが正式に発給された次戦から予備予選参加が実現したものの当時のアンドレア・モーダはナンバーワンドライバーのロベルト・モレノにチームの全理ソースを注ぎ込む体制をとっていたためマッカーシーは 予備予選をわずか一周しか走れないということが珍しくなく、結局一度も予備予選を通過することなく、チームが第12戦ベルギー GEP を最後に国際自動車連盟から F1 参戦を禁止されたことに伴い、F1 からの撤退を余儀なくされた。この年から1カーエントリーが禁止され、2カーエントリーが義務化されたことから、便宜上の理由だけのエントリーであった。 したがってマッカーシーは、走行したのは公式プラクティスと予備予選のみであり、公式には一度も F1 の決勝を走っておらず、厳密には F1 デビューは果たしていない。マッカーシーはその後、ウィリアムズ・ベネトンといった F1 チームで、テストドライバーを務めたほか、1999年には、アウディと契約し、アウディ R8C をドライブするなど、スポーツカーレースを中心に、 レース活動を続けている。また2002年には同年に再スタートを切った BBC の自動車番組トップギアに番組名物の覆面ドライバーのザ・スティグとして登場し翌年の第2シリーズ終了まで出演を続けた。当時はスティグの正体がマッカーシーであることは伏せられていたが2010年にマッカーシーが初代スティグであることが BBC により 明らかにされた。ありがとうございます。